ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます、ね、この間さ、はいはい、ちょっとこの夏ですけど、はいはい、ゴールデンウィークに実家帰って、うん、そう、 うちの母が、はい、億万さん、お面白い、やったやったあなたのトークは生きている。本当ですか。なんで俺とさ、お前のトークをうちの母親にさ、直子に続いて美智子まで聞き始めて、奥村直子ね、うちの母、飯田美智子、飯田美智子全部聞いてるらしい。本当ですか。楽しいです、面白いですよ。嬉しい。あなたがのびのびと喋ってた奥村さんが面白いです。みっちゃん、みっちゃんじゃねえんだ大先輩のお母さんをみっちゃん、もう老後暇だからさ、聞いてんじゃない、やることもないからさ。でもうちの母も聞いてますから、ね、いや待って、2人しか聞いてないだとしたら、うん、飯田さんもいつも本当によくいじって、うまくいじってくれるよねっっ飯田さんとのコンビ最高っつって言ったコンビでね、すぐ解消しますから。でも今日別のところでさ、はい、あの占い行ってきて帰りなんですけど、はいはい、ってとこも、うん、あのここ来る前に、はい、昨日の夜から YouTube で聞いて、聞きました、これをね、億万さんの、億万さんとのを聞いて、億万さんとのじゃねえの、俺のなんなんでみんなさ、お前のなん飯田さんとあの億万さんとのだったら分かりますでしょ。億万さんとの聞いてますから俺おまけになってんじゃん、お前のせいでそんなこ、そんな現象あるどこ行ってもさ、億万さんとの聞いてますみたいな、これ逆だっつうの。俺今後、うん、億万さんとの聞いてますって言ったやつ占わないってルールにしよう。あ、ダメですよ、そんな魔法の言葉にしよう。もうみんな誰もじゃ占わなくなっちゃう。飯田さんの YouTube 聞いてますよっていうまあね、億万さんも出てるんだったけどでもなんか飯田さんの YouTube はそのいろんなのがあるからじゃないですか。そうそうか、パーソナリティなのか。あ、億万さんパーソナリ、お前パーソナリティなのかお前の番組じゃない億万さん今カンペ出してる。違います、パーソナリティ、カンペも間違えカンペまで間違えてんじゃんいやでも、お母さんも聞いてるんですね。聞いたら変なこと言えないな。嬉しい。あ、そうなんですか。いや俺もう家で全然こんな喋らない。え、無口だ飯田さん。え、あ、実家に帰ってやっぱ喋んないですか。喋んない喋んない。もそんなも多分うちの早子とか父親がしてみたら、うんうんうん、なんでそんなペラペラ喋ってるっていう全然俺喋らない。え、あ、そうなの。もう喋ってる飯田さんしかイメージないもん。も全然喋らない。家帰っても。家帰って喋んないよ。じゃあその孫とかいうか子供が遊ばせて、うん、それも見てるだけ、見てるだけ。全然な、まあちょっと喋るけど、こんなお前とほんと喋んないいいっすね、ペラペラペラ。億万かわいいっすね、ほんと可愛くないえ、それでなんて言ったんですか、その億万さん。それでおかおみっちゃんに言われて、みちこさんに言われていや別に、あ、そうなの、うん、何それ、何であんたそんな態度取ってダメよとか言われなかったんですか。あ、全然言ってなかったよ。本当、もうそれで終わった。伸び伸び喋ってるねって言って、そうっつって、うん、そうしか言ってないじゃあもうそれで話終わっちゃった。 SOS、 じゃあ挨拶聞きますよ今度俺。あ、でもあれだ、今日この21日でしょ、はい、今日うちの親来てるから。え、あ、じゃ あ行きますよ挨拶。今日挨拶行きますよ。おいでおいで、うちの親喜ぶんじゃない。みっちゃんっつってみっちゃんじゃねえみっちゃんじゃねえあ、本当ですか。なるなるなる、あ、まあでもね、ちょっとコロナもこう少しね落ち着いてきたっていうのもある、ね、そうそう、夏休みですから、いいですね、はい、うわうわ、テンション上がった今日これ。いいですよ、さあさあ行きましょうか、行きましょうか、はい、あ、テンション上がったな、うん、何がテンション上がったじゃあ行きますよ、愛知県、はい、愛知県20代後半女性、千夏さんでございます、ありがとうございます、高校生の頃から早く結婚したいと思っておりました、はい、しかし今年で27歳になるのを未だに彼氏もおらず、この先がとても不安です。学生時代は太っているというコンプレックスが原因で異性とうまく関わることができませんでした。社会人になりコンプレックスのせいで自分のやりたいことができないのは嫌だと思い20キロダイエットしました。もう偉いね、すごい、根性あるね。以前よりはネガティブではなくなったはずです。しかし自分の運命の人とは未だに出会えていません。出会うためにはどのようなことをすればいいですか。あ、20キロってすごいですね、この精神力は。すごいよ、できませんよね。億万くん頑張って何キロ痩せたっけ。俺頑張って、10キロ痩せて6キロ戻りました。じゃあ痩せてないじゃん4キロじゃ、はいはい、でも最高10キロ痩せたんだ。はいはい、痩せました、痩せました。全く気づかなかった時でしょ、うんうん、億万くん10キロ太ってもさ10キロ減っても変わんないよね。そうですか。だからそれよく合ってるからですよ多分。よく合ってる証拠ですね。好きですね、億万のこと言い出さん。好きじゃねえ
僕もそっか、でも10キロそうですよ太って、でこれやばいと思って、俺も62キロ中学生だったかな、うん、時太ったと思って、うん、10キロ3週間で52キロも落としてる。そしたら、まあ、顔がこけるんだけどさ、うん、筋力はさ短期間にするからついたままだから、めちゃくちゃさ前もたジャンプ力が、あーそっか、足がめちゃくちゃ速くなる、はいはいはい、単純に10キロの重しを取った状態、取った状態、スタミナ落ちるんだけど瞬発のスピードはすげえ上がるなと思って、まあ、そこから戻ってんだけど、はい、そこから比べたら今太ってるけど、うん、もう痩せるってもすごいじゃないですか、ね、千夏さん。ではでは千夏さん占いまして、はい、あでもデブの星持ってる。え油断すると太ってか、てかこの人ある程度太ってる方が魅力的な推しでもあるんですが、でもともとニコニコするところと、笑顔で人の心をつかむという星は持ってはいるんですが、はい、千夏さんのまあ、恋愛に見ての欠点よ、人にあんま興味ないの、ね、本質的にそのめったに心開かないとか尊敬しないとダメだっていうのがあるので、めちゃくちゃ年上を狙うといいよ。どのぐらいですか、めちゃくちゃ年上の。いや一回り上よ。12 20代今30あ20半ばでしょ、で30半ばぐらいにしてみたら、うん、それはもう可愛がられる。12個上以上、一回り上のいいとこって、はい、なんだろうな、まあ見てほしい、その20代のそのなんだろう、ちょっと太って可愛くないとかコンプレックスある人って、うん、30半ばぐらいしてみたら普通に可愛いからね、うん、あー確かに、うん、別に俺今久々に渋谷駅のさ、はいはいはい、通ったらさ若い子めちゃくちゃ多いでさ、はい、全員アイドル見えるもんね年取ったっすね元気で可愛いな。いや分かります分かります、分かるでしょ。だからみんなね、でもなんかそれぞれね多分悩みを抱えながら、私全然可愛くない整形しなきゃとかね、そうなんかさ、その可愛くないんだろうなって背、うん、なんか背を丸めてる子とか言うけど全然ね、全然可愛いよ、みんな全員可愛く見えるもんAKB しかいないと思ってぐらい、もう47になってくると多分20代の半ばぐらいでしょ、うん、多分あんま分かんない、ね、分かんないですよね、太ってる太ってないとかそんなにね気にならないっていうか、うん、全然気にならなくなるから、うん、結果関係ないのよ、うん、年上狙った方がめちゃくちゃ好かれるから、もともとでもこの千夏さん同級生と鉢合わないから、あそうな、年離れた方、はいはいはい、最低でも6つ上だったら12歳あんたも18歳ぐらいとか、うん、いやーすごいな40歳とか、うん、ぐらいを狙っていくといいので、そういうところに飛び込んで、ただ人が苦手なので、はい、まあ、よく言えば真面目だけどネガティブにもの羅針盤だからね、ネガティブに、うん、ポジティブ持ってるのにネガティブに捉える癖があるから、うん、それもちょっと、まあ、無理して明るくしろっていうのも変ですけども、なんかポジティブな言葉をうまく使っていくとうまくいくので、うん、やってください。興味を持つ、出会うためには、うん、興味を持つ。ヨガでも習いったらヨガ、ヨガ意外と男性いるの。え、そういうなんかあれじゃないですか、そのセクシーな部分を狙ってるんじゃないですか、その男性は。ちょちょちょ、ヨガでも。でも分かりやすくていいじゃん、じゃあ。ちょっとその肩出してんの見たい男がヨガいるくるんでしょ、違うの。まあそれもあんのかな。おっさんですね、俺考えが。ダンスやってる、ダンスやってる先輩がいるんだけど、はいはい、絶対スケベ心だ。まあでもね、そしたらね、どうなんですか、ってことは男性は恋愛モードに入ってるってことですよね、ヨガに来てる男性は。ちょっとこう、うん、でもなんか冷たい目で見られるっつってよ、え男一人しかないのに、そうですそう、ね、何こいつみたいな、やっぱ思われるっつって。確かにカラが流行ったから、あカラだっけ、20だっけ、はい、なんかそんなの韓国系のあれが流行ったから、うん、ダンスをやろうっつって、うん、40歳の先輩が年下の先輩がダンスに習ってるっつってて、はいはい、うん、マジでドン引かれるまで。でもそこから恋生まれるかもしれないもんね、中には。絶対そうだと思う。うん、そうそうそう、うん、ぜひぜひ。はい。飛び込んでください。頑張ってください。ありがとうございます。はい、続きまして沖縄県は30代後半女性、もちゃん。はい。はい、裏運気の自分が好きです。ああ面白いですね。去年が裏運気でいつもの自分と違ういろんな人と出会えたし、キャラに合わない企画や恋愛ができました。もともとは地味でネガティブな私にとっては良い年だったと思うんです。今年になってまた自分のネガティブキャラクターが出てきそうなのが嫌なんですが、どう捉えていけば昨年の経験を前向きに生かせますか。あ面白いですね。裏運気の自分って、はい、ごめん俺に言われてからなんとなく分かった。マラソンやってたりとかさ、はい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 、裏になるとこういうパターンなんのかとか、うん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 、全然やったことない仕事来たでしょ、はい、あといやドラマのね仕事とかもでしょ、あと性格ちょっと変わんない、はい、まあちょっと思考がちょっと違うなとか、うん、もうまあ裏も何回も通ってますけど、はいはい、その時の自分を覚えておくと、あそうそうそう、あのままのが自分が良かったと思うならそっちにちょっとハンドル切れるようになるから。それでもいいんですか。いい意識ができれば。